IN の池崎リヒトです、えー、さあ今日は「フロイニソロスペシャル」と題しメンバーが30分ずつ一人でお送りしていますがここからはね僕池崎りひとが担当させていただきますよろしくお願いします。<ー>はいというわけで「一人喋しゃべり」ですよねこれ <laughs> なかなかねやったことないっすよ。でも、まあ、割となんだろうまあまあまあフロイニもどんどんあの最近は。 最初の頃より全然少人数でやるようになったしでもそっちの方がやっぱなんか喋りやすいしねなんか一人一人のことを聞けるし、まあ、僕も結構一人でいる時なんか考え事するタイプなのでそれをなんかこうなんか皆さんにお聞かせしながら喋るっていうのはなんか新鮮だしちょっと楽しみでしたね普通にはい面白そう、えー、そうっすね たはさっきやっぱむずいみたいですよねやっぱねいや、自分も今やりながらあこれ村上さんぐらいしか聞いてくれる人いねえなこれずっと俺が喋るんだと思いながらあとは卓海にも昨日聞いていやまあでもあやっぱ一人いいやみたいななんかなんか、んかそんな感じでしたよなんかそうもうもうでもラジオやっぱ一人になるとなうまさが現れるからなっつってなんか。 そも,もう受けなんてな狙いに行ったらツッコミがおらんからな,そ,んな,なんかそ,ううそういうのちゃうよみたいなもう一人で淡々と喋りたいこと喋ればいいみたいなアドバイスを頂い,いてそうですね今望んでおりますはいそんな感じですかね、うん、もう曲いきましょう <laughs> はい。<laughs> 逃げるよもうすぐ行きます、逆に。えーということで、1人でお送りしていくんですが、え、あの、まあまあまあ、前もね、先週かな、もう先週じゃないか、前の回でも言わせてもらったんですけど、あの、僕、池崎リヒトの、え、オンタクトのね、スノージャムが、あの、100万再生突破ということで、本当にありがとうございます。いやいや、はい、オーディション番組の。 オンタクト動画ですねちなみにちょっとどういうい内容なんですか内容はですねあの僕あの「オンタクト動画」って言ってその練習生101人がそれぞれまあ自分の得意な課題曲だったり、まあ、ラップか歌とかを選んでまああの1分ぐらいの動画で披露するんですけどまあその中でね僕はあの、まあ、その時流行っていたリンネさんの「スノージャムというね曲をねあのチョイスさせていただきまして。でそれがもう ね、もうすごい独特みだったみたいで <laughs> めちゃくちゃあのまあ、3年ぐらい経つんですけど、まあ、オーディション番組3年前なんで今になってまたちょっとあの SNS なんかでちょっとバズバズってるみたいな感じらしくていやすごいあの例えばお仕事の先でなんか INI 知ってるメイクさんとかだったりそのもうなんかそういう人たちからすごい聞くんですよね。あの 池崎くんみたいな,なんか皆さん知ってますか「オットセイ」あの林、ー、音さんのそのスノー w ャ a m の中で「うううどうせ」っていう歌詞があるんですけど俺はその歌詞通りにまあ英語で「おう」って書いてるから「おーおーおうおう」って僕は読んだんですよそしたら「おーおおうおうどうせ」が「おーおうおに聞こえるみたいで <laughs> もうなんか「オットセイ2期」っていうね異名がね <laughs> ついたみたいでいやめちゃくちゃ面白いなと思ってやっぱそのっってやっぱすすごいネットミーム感ありますよね、うん、そうなんかその何バイラルヒットぐらいなんか流行ってるみたいでそれがもうすごいんですよそんでしかも僕その中でめちゃくちゃ緊張もしてたしもうちゃんと練習していけよってぐらいもう歌詞がギリギリ飛ぶか飛ばないかぐらいの狭間でやってて。 であのー、マイクを右手で持ってるんですけどそこに左手を若干添えてでその終始左手は動かずずっともう固定して歌うっていうちょっとね独特な手法で歌ってたんですけどあれはもうねちょっともう左手やもう右手がもうねちょっとでも動くと歌詞が飛ぶっていう状況でもうね 命がけでやってましたその結果あのもう奇跡の作品ができて今こうしてね皆さんに聴いていただけているということでいや素晴らしいですね本当にもう面白いことになってます、ね、ネットの世界はもう何がバズるかわかりませんから <laughs> 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 っていうかその僕そのなんていうんだろうバズりがねちょっとちょいちょい多いんですよ多い,多いんですよそうあのー、昔の素人時代もあのー、中学生の時の卒業文集でねあのー ま前番組で言わせていただいたんですけど卒業文集であの宮沢賢治さんの「雨にも負けず」をパロディーして何か詩を書きなさいって先生に言われてクラスが全員でも僕はもうその時もすごいそのラブライブアニメが大好きでラブライブ以外もそもうすっごいオタクだったんですねでももうとにかくもうアニメしか見れないぐらい「二次元最高二次元の女子最高」って言っちゃうぐらいすごい兄オタで。 でそこでもうなんかすごいもう哀愁漂う詩を書いたんですよ「リア充にも負けず」っていうタイトルのもうすごい今思い出した恥ずかしいようなね詩を書いたんですけどそれをまたもう姉がまあその時はツイッターだったな今の X で今弟の文集が切ないって言って載せたんですよそしたらもうバズりにバズってそれがまた1万2万リツイートぐらいいってもうすごいもう。 ね、それもバズってでそれが今になってなんかちょいちょいあれ池崎理人ってあの時の文章に名前書いてなかったって気づく人もねちらほらいるんですよねそんぐらいちょっとねなな謎のねネットにな好かれてるというか好きになっていただけるようなね <laughs> そのなんかねコンテンツがね僕はねちょいちょいあるんですよねいやそうなんですよなんでねまあまあまあ今後もねどこかで生まれるかもしれないということではい。 まあ僕はすごいあのまあガサツで <laughs> ガサツなんですよね <laughs> いや家が汚いんですよとにかくそう家が汚くてでまあ洗濯物とかもね溜まっちゃうタイプなんですけどそれをね解消しにたまにあの母親が東京に来てくれるんですよねそうそれでまあこの前何ヶ月かぶりにまた母親が来てくれてでまあまあ掃除とかしてくれて一緒にね朝ごはん食べたり そういや夜ご飯食べに行ったりとかをしててめちゃくちゃ掃除してくれて今すごい家綺麗で今は綺麗麗で今はな時期ですそのなんかそのちょっとねなんだそ,そ,それをきっかけに何ヶ月かは保てるんですよ前に1ヶ月かな持ってそんぐらいなんですよねで今ちょうどまだ綺麗な時期なんでそれを保っていきたいっていう時期なんですよね。 ちょっとね片付けないんですよねやっぱねちょっとね <laughs> いや本当に片付けたいんですけど片付けてるメンバーがもうすごいそれはとにかくでも本当だって忙しい時期とかはもう夜帰ってきて俺はもう寝るだけの場所としか思えなくて家いをい <laughs> もう何もしたくない寝るっつってベッドに飛び込むんですよ <laughs> それがまあやっぱ片付けできる雅や君とかはね めちゃくちゃゃく綺麗にしてるんですよねこの前あのたまたまメンバー全員で雅也君の家に行くことがあってであのもうめっちゃおしゃれでめっちゃ綺麗で、そですごいなんかポスターとかもあってすごい綺麗だったなと思ってうわこれどうやって保ってんのと思って誰がいるんだろうでも逆に武地の家もよよくく行くんですよねタケチの家も割と物が物が結構少なめですげえでも掃除しやすいめちゃくちゃ綺麗な感じなんですよね。 ま自分的にはもっと物を増やしたいらしいんですけど物が少なくて寒いっつってで <laughs> サップ芸でなんか見た目からもだし実際物が少なくてちょっと隙間が多くて寒いって言ってたし <laughs> まあでもあとは翔吾くんとかも割と綺麗かな物、うん、は多いんすか少ないですか、ね、僕は物、まあ、若干多めチョイスまあまあ普通ぐらいなんですけど、うん、でもやっぱそのねちょっとやっぱなんかね掃除機かけるとかなると。 奥の方まで…で <laughs> めんどくさくさないですか <laughs> あれできる人すげえなって俺思うんですよあの。例えばソファーはドガンってあるじゃないですか、うん、あれのちょっと奥にそれをずらして、うん、なんか掃除機かける人とか、うん、うわすげえって思うしなんかやっぱちょっとサボっちゃうんですかね、うん、ちょっと隅の方にね埃が溜まっちゃうんですよこれどうしてますマジで。どうしたらいいんですかね。<laughs> やる,ね、<laughs> やるしかないですもんねでもねやるやりやりますやりますやりますそっかやっぱ皆さんやるんですね <laughs> 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 そりゃそうですけどねいやそうなんですよそこをねちょっとね母親なしでも保っていきたいという話なんですよね,ねはいそうそうでもねまあその部屋とかはでも割と若干こだわりあってまあちょっとあの自分の好きなそのアーティストとかのもうなんかポスターとかじゃ <laughs> とどまらずあのちょっとレコードとかを最近買っててそうでレコードまあでもレコードプレーヤーはすごい安いやつでも本当に何か音をあのかけときたいなっていうすごいいい音質じゃなくてもなんかそのスマホからじゃなくて音聞くだけの媒体としてなんか家にあるのいいなと思ってそれでそのレコードなんですけどあのこの前翔吾くんとあのレコード カフェというのに行ってみてみレコードカフェです渋谷にあったんですけどあのー、すごい各ののそれぞれのテーブルがあってそこの上にレコードプレーヤーとまあ2個ぐらいそこにヘッドホンつながってて、まあ、カップルとか若い子が来てそのなんかまあそのレコード置き場があってそこから選んできてまあ図書館みたいにそこから選んできて置いて聞くみたいになってたんですけどすごい良かったっすねあの時間やっぱなんか。 そうなんか音楽やっぱだけを聴いたんですよその時もスマホはもう完全に置いといて、うん、であのー、僕は何だっけなマイケル・ジャクソン選んでショーゴくんはサム・スミス選んで、うん、なんか落ち着いたゆったりとした楽曲で、うん、その時すごい目閉じながら2人で聴いてたんですけど「うん、ミッドナイトトレインか」かこれめちゃくちゃ良かったっすね「うん、ミッドナイトトレイン」これもう感動しましたねなんか、うん、そううやっぱねあったかい歌聴くと。 ね、ちょっとと冬に戻りたくなるというか <laughs> もう今春始まってるんですけどうわ冬終わっちまったと思っちゃってうんもうでもめちゃくちゃよくてなんか最近はね音楽ってやっぱ良くも悪くもめちゃくちゃ手に取りやすくなったじゃないですかサブスクとかで。俺それについて最近考えるんですよね。 まあアーティストっていうサブスクで配信する立場でもあるんですけどやっぱそのなんかまあ本当僕が生まれたのも割と最近だとは思うんですけどそのなんかやっぱ昔の頃ってすごい簡単に音楽って聴けるもんじゃなかったなと思って今みたいにそうですよねそれでなんかそのまあ例えば CD 借りに行ったり CD 買ったりそれをパソコンに落として iTunes に入れたりとかそういうのをしてやっと聴ける。 音楽だからこそすごいその CD に思い入れがあったりみたいなこれこの CD が僕の青春でしたみたいなのがあると思うんですけどまあ僕もギリギリそれがあったんですけどでも本当それも最近ですよねでも本当ジャスティン・ビーバーとかテイラー・スウィフトとかのまあ昔のアルバムだったりするんですけどそういうのについて最近考えててやっぱそのなんか逆に逆に不便なのも なんか今の時代いいのかなとか思ってね<え>思いますよねやっぱそうなんですよそうなんかすっげえもうサブスクでもいろんな年代のもう全然僕たちが生まれてないのも全然聞けるけどそういうのをねちょっとね僕あなんかなんかもうちょっと苦労して手に入れる機会があったら今の時代楽しいのかもなって思いますねうんそしたらすごい思い入れとかも違うだろうし大事に聞くだろうしっていう、うん ことですね <laughs> いやいや面白いはいあと最近そうヒロムが誕生日だったんですよねあの最近あの誕生日プレゼントやっと渡しましたヒロムに悩みに悩んでちょっともうね前はあのサンダルとかあげたんですけどもうなんかあげるものわかんなくなってきてでもめちゃくちゃ悩んだ結果なんか花とか植物好きじゃないですかだからドライフラワーの形が完成する レレレゴゴゴを渡しましままたねねありますよ、ね、レゴ最近おしゃれなのすごいいっぱいあってそのなんか例えばそのゴッホのなんか絵の絵が想像「ひまわり」そうそうわりとかそのなんかぐるぐるなってる夜景の絵とかのあれが完成するみたいなレゴがちょっとアーティスティックなやつがめちゃくちゃ出ててその中ですごいあヒロムっぽいと思ったのがそうドライフラワーが完成する。あの レゴがあってそれを買って渡しましたね。うんいや俺も最近すごいレゴとか欲しいんですよね。そのなんかヒロム君のリアクションはどうでした？あ、ひろむめちゃくちゃ喜んでました。うん、うわーみたいな。<laughs> ガチめっちゃ嬉しいみたいに言ってくれて、<laughs> そうそうそうで隣にいた。あのそのダンスの先生もうわ <laughs>。先生やみたいな。<laughs> 帰ってくれてすごい。嬉しかったんですよね。でもそう。でも本当は。 あのヒロミピクミンも好きだからピクミンのグッズもあの渡したかったんですようん、うん、ピクミンのグッズヒロム結構持ってるんですよねそれであのー、その1個ガチャガチャのヒロムが持ってないのがあってピクミンの目印アクセサリーっていうガチャガチャがあるんですけどそれが去年の末かな2023年11月12月ぐらいに発売したんですけども一瞬即完売で。 そうどガチャガチャどこ行ってもなくて<ー>であのちょいちょい入荷してたんですよ再入荷のお知らせみたいなちょいちょい見てたからガチャガチャがあるあ目印アクセサリーっていうのはもうほんとにあの何普通にキーホルダーでもうピクミンのそれぞれの<ー>まあ青ピクミン赤ピクミンとかの個体がチャラチってついてる<ー>そのなんな傘とかにもつけれる目印になるような<ー>そのそうキーホルダーなんですけど。 それがもう全く人気すぎてなくてで本当にもう正月とかも実家にあの帰省した時に福岡中でも探し回ったんですけど本当になくてやばと思ってそのめちゃくちゃ探したんですよであの本当に先日また入荷しましたっていう情報を見てまあ次の日ぐらいに見たんですねそれでうわ行かなきゃと思って一ったんでも前もそうやって入荷した時に お店にまあ1週間後ぐらいに行っちゃったからかなもう全くなくて空でそうそれになんないようにちょっと先に電話しようと思って電話したんですよガチャガチャショップにそしたらもう1日後で「あもう全て完売しました」って言われてもうこれがねちょっとねあの東京のすごいとこっすよね <laughs> 本当にそうなんですよやっぱ。 人気なななのって本本当にすぐなくなる日本の中心だからかな <laughs> だからその福岡とかに住んでた頃は全然その例えばコンビニでなんかアニメコラボでこのなんかこれを買ったら一番くじここでみたいなとかいろいろそういう限定のものとかも割と余ってたんですけどやっぱこう東京に住むとやっぱねほんとないですよねやっぱね人そういうね人もいっぱい集まってるし多分。 のの方のボスも多いんだろうけどすごいもう売り切れててそこが悔しいっすわ東京住んでて <laughs> なんか人気なものが一瞬で本当になくなる <laughs>、うん、そうなんですよねこれ福岡じゃ全く味わえないやつっすよねそれをちょっとねピクミンの目印アクセサリーが本当にないんですよヒロムには言ってないんですけどそう本当は渡したかったんですけど自分でガチャガチャして。 本当になくて、ちょっともう助けてください、誰かっていう、誰かもう助けてほしい、どうしたらいいのか、ちょっとでもあの、ちょっとあの、何フリマアプリで中古でとかちょっと違うんですよね、そう、自分の力でちょっといつか手に入れたいなって思ってて、そうなんですよ、ちょっと誰か、あったら教えてください、行くんで、そうですね、ちょっとじゃあ、一旦たん普通歌行ってみてもいいんですかね、よし、 えー、ラジオネーム「なおぶーさん、えー」先日20年ぶりくらいに夫と2人でボウリングとバッティングセンターに行ってきました付き合っている時は月に1回は行っていたのでお互いずっと行きたいと思っていてやっと行くことができました日常生活ではない動きなので筋肉痛が怖いですが2人とも若い頃に戻ったようにキャッキャできました INI の皆さんはまだ昔を懐かしむ年齢ではないと思いますが学生時代の楽しかった出来事を思い出すことはありますかおー素晴らしい。 いやーいいですねその付き合ってた時と同じようにボーリングバッティングセンター行けるっていうのはうわー羨ましいですね楽しそう、うん、確かにいやでも全然僕たちも懐かしみますよ本当に <laughs> まだ懐かしむ年齢ではないと思いますがってね言ってくださってるんですけどいやそんなことないですもうやっぱりやっぱそのね学生時代まあもう,もう小中高全部 戻りたいって思い思ますもんね、うん、小学校の頃はもうもっとなんだろうまあまあまあその時も楽しかったんですけどもっと今戻っていっぱい遊びたいなって思うしまあ、高校の時とかもやっぱなんかねえやっぱキラキラしてますもんねやっぱ学生服着て何,何して遊んでた僕当時は何して遊んでたかなでも。 もうでも本当と,とにかく勉強を結構してたっすねそう高校の時は勉強しててでもそれでもあのもう勉強ガチガチっていう学校ではなくてその面白いなんか個性あふれるメンツでね <laughs> すごい遊んでて僕はすごい野球部の人とかと仲良くてで毎日その食堂行ってまあまあまあお弁当持ってきてる人でももう,もうそこでとりあえず食堂行ってそこに持って行ってみんなで食べてギャーギャー騒いで。 で放課後はなんかちょっとみんなで一緒に勉強してとかなんかそういうなんか普通が楽しかったなーって思いますねだからその今とかたまに写真とか見返すといやなんか結構なーなんかやっぱ泣きそうなりますよね <laughs> そうやっぱいいっすよね学生時代ってそこでまたその藤井風さんの「旅路」って歌とかを聞いてでもうわーと思っても戻れないけどなーなんか。 うんでもそれがいいんだなぁと思いつつそれが青春なんだろうなぁと思って戻れないのがいいんですよね多分ね戻っちゃうとまた別になっちゃうからそうっすねああとはそのまあほ小学校最近あのなんだ僕あのずっと昔から「トイ・ストーリー」が好きででその小学校の時とかはもうめちゃくちゃ「トイ・ストーリー」大好きでもうお年玉はたいて。 おもちゃを買ってたんですよね、フィギュアを「トイ・ストーリー」のその劇中に出てくるサイズのもう本当にアンディになりたくて「トイ・ストーリー」の主人公のアンディになりたくてもう本当とウッディバーズも本当にいろんなの集めててであのー、最近またその熱がね「トイ・ストーリー」5が今制作中ってことでわまたやるんだと思ってその熱がまたちょっとねよみがえってきてで、最近あのー。 フィギュアをね、買いまました。た大人になって。そう、あのそれこそおもちゃではないんですけどそのえっと、アンディ持ち主のアンディの人間のアンディとその隣の家に住んでた悪い悪ガキのシドのフィギュアがあってそれを買ったんですよねめちゃくちゃテンション上がりましたねやっぱね子供の頃から好きだったものってやっぱ特別っすよねそうそれでそれを横に置きながらやっぱまた。 トトイスーーリーをこの前あのたけちとまあ、プデューの時オーディション番組の時一緒だったクリちゃん今オクトパスの栗田君と一緒に俺の家で「トイストーー・ね、<laughs> トイストーリー」を見て最高でしたねやっぱ「トイ・ストーリー」いいんすよね <laughs> 最高なんですよマジで <laughs> ああっていうのになりましたねもう本当にあのあの世界本当はアメリカの少年可愛いらしい少年がおもちゃで友情とかを育んでいく感じ がもうすごい好きで「トイ・ストーリー」熱がちょっと最近また来てるんですよねそう。なんでまた「トイ・ストーリー」5の時もねマジで見に行きたいな前あの,そのスピンオフ作品じゃないけど「バズ・ライトイヤー」の単独の映画があってそうそうそうあれのねお仕事を一回もらってその映画見に行ってで感想を言わせてもらって写真とか撮ってっていうのがあってまたあの時みたいにすごい。 なんかすごいその時お仕事やれたらなって思いますね「トイ・ストーリー5」マジ楽しみです好きなものの話してたら仕事が来たりとかありますよねそう僕トイ・ストーリーのやつやばいんでマジでトイ・ストーリーに関しては任せてくださいあとはそのディズニーのトイ・ストーリーホテルっていうのがあるらしくてそれ行ったことないんですよっていうかディズニーに全然ちっちゃい時に1回行った以来行ってないんですよねだからマジでディズニー行きたいトイ・ストーリーマニアとか トトイストリーホテルとかマジで行きたいなーって思いますね、うんうん、メンバーと行こっかなー今度マジではいそれ行きたいっすねーってな感じで次の普通歌行きますかいや時間はあ終わったいい感じですねいい感じですか、うん、えもう池崎リストはここまでとのことですどうした、えー、一人喋り一人喋りマジであのー、まあまあまあまだ最初なんでちょっと慣れないとこもあるし緊張もするんですけどでもやっぱその 楽しいっすねやっぱでも思ったことずっと <laughs> ずっと言えるから <laughs> そう,もう大体ねみんないろいろ話あるからふ普段はそういうのでちょっとねあのしゃべりたいことしゃべれなかったりするんですけど今回いけるいけるますすねめっっちゃ楽しいっすわ <laughs> そしてねこの後また新たにメンバーが登場します